カイア・ヘレナ・アーリッカは、フィンランドのデザイナーで起業家。1954年、夫のエリッキル・リオコネンと共に、ブランド・アーリッカ・オイを設立し、アートディレクターを務めた。デザインの分野はアクセサリー、おもちゃ、家庭用品の他装飾品が対象で、木材の種類を巧みに使い分け、遊び心と強いデザイン感を織り込んだ。子供時代は、一家九人で、ソメロで過ごした。 高校卒業後の進路は、エステル・ペルヒエントゥバがウェッターホフの教職を離れて、設立した織物学校に応募する。1951年から、ヘルシンキ芸術デザイン大学、通称アテネウムのテキスタイル専攻で勉強を続けた。研究の最終年には、自分で織った布で縫い上げた、天然色のドレスにつけるボタンを店頭で探したが、 適したものが見つからず、ルオハラティの寄宿舎で見つけたチャカランダの木片で自作している。卒業の年、同郷で同じアテネウムの野学で金属細工を学んだエリッキルオコネン。エリッキルオコネンと結婚し、夫の勧めで人気が出ていたアーリッカの手作りボタンを扱う会社を設立する。こうして、アーリッカの会社が始まり、 ボタンやアクセサリーその他の木製の小物を中心に展開していく。会社の発展には、福君のルオコネンも重要な役割を果たした。仕事場のアーリッカとルオコネンカイアーリッカは、自身の会社の主任デザイナーとして創作するほか、タンペラ、フンピラガラス、AR ストロームなど、他社ともフリーランス契約を結びデザインを提供した。中でも、フンピラとの企画では、 ヒニア・カナロッサシリーズの皿、ロッピーがアラスシリーズの衣装を決めた。1994年にプロフィンランディアに選ばれた。1999年には長時間に任命された。アーリッカ社の主な責任は、その後、娘が引き継いでいる。パウリーナー・アーリッカはデザイン主任であり、経営責任者はサリアンナ・バルタネンが務めている。ありがとうございます。